ルベルネ収容所は南仏アリエ受験ルベルネに存在した強制収容所であり1939年から44年までの間に世界58カ国の出身者約4万人が収監された。抑留者は主にスペインからの難民フランス政府が適正外国人としたドイツ人、オーストリア人ら反ナチズム、反ファシズム レジスタンスの運動家及びユダヤ人であった。2019年に歴史的記念物に指定された。ルベルネ収容所は1918年6月にフランス植民地軍兵士の宿泊施設として建設され、第一次世界大戦中はドイツ及びオーストリア・ハンガリー帝国出身の捕虜収容所、戦艦機には軍需品倉庫として使用された。フランスは戦艦機に ロシア人、アルメニア人、反ファシズムのイタリア人、ドイツ、東欧のユダヤ人、反ナチズムのドイツ人、ザール地方、オーストリア、またはチェコスロバキアの独裁政権を逃れて亡命した人々など最も多くの移民、難民を受け入れた国であった。だが、1 9三十年代にナチスドイツの支配が強化され、1 9 3三年にヒトラー内閣が成立。 さらに1936年にスペイン内戦が勃発すると大量の難民が押し寄せ、フランス政府はこうした事態を前にして移民、難民に対する規制を強化せざるを得なくなった。スペインから最初の難民の波が押し寄せたのは、フランスとの国境に近いルンが1936年9月3日、サンセバスティアンが9月13日に陥落した後のことである。 1937年春にフランシスコ・フランコが率いる反乱軍は攻撃の矛先を北部に向け3月末からバスク攻撃を開始し4月26日にゲルニカを爆撃した6月から10月にかけてビルバオ、サンタンデル、アストリアスが陥落し北部地方が制圧されると再び難民の波が押し寄せ民間人軍人約10万人がフランスに亡命 1938年春には、アルト・アラゴンから2万5000人が、ピレニエ山脈を越えて、フランスに到着した。こうした難民の多くは後に、カタルーニャ経由で、スペインに戻ることになるが、他国に亡命する者、フランスに残る者も,も少なくなかった。1936年6月5日に成立した、レオンブルム内閣は、当初はスペイン人民戦線政府を支持したが、 1937年7月に放映し、スペイン問題について、スタンリー・ボールドウィン首相と会談した際に同意が得られず、平和維持のためには、英国との連帯が必要との判断から、臨時閣議で不干渉主義政策を採用。国境の警備を強化することになった。1938年4月8日に、第二次、ブルム内閣が崩壊し、10日に、 エドアール・ダラディエ内閣が成立。内省に就任したアルベール・サローは、適正外国人の追放を求める通達を発し、6月13日にスペイン国境が閉鎖された。さらに、1938年11月12日の政令では、外国人の居住条件やフランス国籍の取得条件が厳格化されるほか、国防、治安を脅かす恐れのある個人を、 適正外国人として国外追放し、もしくは国防戦争省及び内省の決定に基づいて指定された施設に収容すると定められた。当初は集結所と呼ばれた、こうした施設として、1939年1月14日にロゼール県マンド近郊にリュクロ収容所が開設され、これを皮切りに収容所、強制収容所が全国に設置されていった。 南仏の大規模な強制収容所は地図の西からギルス、ルベルネ、リブサルトで見る。1939年1月15日にタラゴナ、ついでバルセロナが陥落。再び大量の難民が発生したため、ダラディエス政権は国境再開に同意した。この結果、1939年2月12日までに集結所、宿泊所、収容所、 強制収容所などに収容されたスペインからの難民の数は約50万人に達し、また、この後1939年から1945年の間に収容された難民、いわゆる適正外国人、危険分子、政治半島の数は60万人に上ると推定される。スペインからの難民は主にスペイン共和国軍兵士、共産主義者、社会主義者、 無政府主義者、トローツキスト、国際旅団の元義勇兵、及び民間人であり、ピレネーオリアンタル県のアルジュレス、サンシプリアン、ルブールーアルルシュルイコールテック、プラドモロ、及びサルダーニアのブールイコールマダム、ラトゥールドカロル、モンルイ、オセジャなどに設置された収容所に収容され、このうち、アルジュレスとサンシプリアンの強制収容所に、抑留されたのは、全体の、 約3分の2である。当時の名称は様々だが、アルジュレスの収容所については、アルベールサロー内省が刑務所ではなく強制収容所であると定義している。ルベルネ収容所では、当初はブエナベントラドゥルティのアナキスト部隊の義勇兵12000人が19のバラックに収容されたが、過密状態であったため、うち5000人は近くにある。 マゼレスレンガ製造工場の周囲に設置したテントに収容された。地域の住民、一部の左派団体、人道支援団体などが支援活動を行ったが、極めて劣悪な環境であった。さらに1938年11月12日の外国人取締法により、フランスに居住するドイツ人のほか、主にスペイン、イタリア、ユーゴスラビア出身の共産主義者、 白系ロシア人、ユダヤ人、ロマなどが逮捕され、ルベルネ収容所に収監された。南仏に存在した大規模な収容所のうち、規律が最も厳しく、従って、抑留者が最も過酷な扱いを受けたのがルベルネ収容所であった。ルベルネ収容所の航空写真1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。 これを受けて9月3日にフランスと英国がドイツに宣戦線布告約8ヶ月にわたる奇妙な戦争の後、1940年5月10日、ドイツ軍はオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ついでフランスに侵攻した。6月14日にパリ陥落6月22日に独仏休戦協定が締結され、フランスは ドイツ軍の占領地域とビシー政府が統治する自由地域に2分された。この結果、1940年7月25日、対独協力政策の一環として、シャローンシュルソーヌから178人の適正外国人がドイツ当局に引き渡された。同年の秋から、ルベルネ収容所にユダヤ人が収監され、とりわけ、1942年の夏から南部でも、 ユダヤ人の一斉検挙が始まり、1942年11月11日に、ドイツ軍が自由地域の占領を開始すると、ユダヤ人や政治犯の通過収容所となった。抑留者は主にゼルファ強制収容所、オルダニー強制収容所、チャンネル諸島、アウシュビッツ強制収容所、ダッハウ強制収容所に送られた。1944年に入ると、 南仏の収容所は次々と閉鎖された。ルベルネでは6月15日に最後の抑留者403人がトラックやバスでトゥールーズまで移送され、トゥールーズ駅から幽霊列車と呼ばれたドイツ軍の特別列車でほぼ2ヶ月かけて男性はダッハウ強制収容所、女性はラーフェンスブリュック強制収容所へ送られた。 ルベルネ収容所には4年半の間に世界58カ国の出身者約4万人が収監された。1944年6月15日に一旦閉鎖された後2週間後の6月30日からはドイツ人捕虜とトルキスタン部隊の兵士の抑留所となった。敷地全体がエ区、ビーク、シークの3つの区画に分けられマニザン号が掘られ各区の周囲に 有志鉄線が張り巡らされた。A 区は法令に違反したもの、B 区は政治犯、C 区は被疑者が収監された。ルベルネ墓地収容所の建物は減損せず、入り口の門と給水塔、線路だけが残っている。1970年代に最後のバラックが解体され、現在は二十歳になっている。収容所から移送列車が出ていたため、線路上に復元された。 移送車両が置かれている。車両内には、1942年9月1日にいる、ベルネ収容所からアウシュビッツに送られた2歳から17歳までのユダヤ人の子供の名前が書かれた名番がある。隣接する敷地に墓地があるが、これはルベルネではなくさ、ベルダンのコミューンに属する。戦後、雑草に覆われ、打ち捨てられた状態になっていたが、 建物が解体された1970年代に元抑留者らが墓地の保護、保存を呼びかけた。これに応えて、ルモンド神が諸成人の日から忘れられた人々と題する記事を掲載し、大きな反響を呼んだ。元抑留者らは墓地の整備に取り組み、2010年から毎年11月1日の諸成人の日に慰霊祭が行われるようになった。諸星人の日には、 フランスの習慣に従って、墓に菊の花が捧げられる。この墓地には収容所で亡くなった215人のうち152人が埋葬されている。うち65人はスペイン人である。ドイツ人の墓は戦後間もなく慰霊のために母国に移された。ルベルネ墓地の慰霊碑2019年3月5日の精霊により歴史的記念物に指定された。ありがとうございます。